尊敬する立場でその代表としてお嬢さんのお友達にも参加していただきましょうか。そうなんです、私の友達お嬢様さん、どうぞどうぞ前へ。まあ、娘の立場からこれがすごいんだろうみたいな話はなかなかできないと思うんですけど、ただただ友達だから応援するんじゃないんですよね。やっぱり友達でもちょっと選挙カーに乗るってちょっと恥ずかしいですよね。でも応援したいと思う気持ちがどっから来てるかちょっと聞いてみましょう。お母さん、お願いします。突然すみません、香織ちゃんの友達の小川様と申します。今日このために東京から参りました。私今香織ちゃんと同じく20代前半で、やっぱり若者はその投票率低いというふうに言われたりもしていると思うんですけれども、私自身もずっと投票は行っていたんですけれども、そこまで政治にすごく詳しいだとか選挙活動をこれまでしてきたという経験は全くなかったんですね。でもそれでもやっぱり今日来ようって思ったのは、やっぱりそのお父さんと親友のお父さんだからっていうのももちろんそうなんですけれども、やっぱり人としてすごく尊敬しているっていうのが一番大きいところです。はい。やっぱり本当に実直で意志の強さ、これは本当にそんな人いないっていうふうに思います。先ほどの 9.11 もあって、これまでずっとエリートで収入も高かったけれども、それを全て捨ててでも本当に国民のためにやろうって決意したっていう意志の強さっていったところもそうですし、やっぱり本当に元気で回るっていう行動力、なかなかできる人がいないですよね。私ずっと香織ちゃんと同じお茶の水女子大学に通っていたんですけれども、香織ちゃんもすごく行動的なんです。なんか例えば愛媛のみかんを PR するためにずっとサークルで活動されていて、全国の学生団体総選挙で優勝して愛媛を PR するためのイベントを原宿で若者向けに開催して、それもたくさん人が来て新聞社にも取材されてっていうようなイベントを開催したりですとか、ずっとニューヨークで育ったので海外に行ってそんな子供たちの支援をしたりですとか、香織ちゃんもすごく行動的で、実際その陽一さんにお会いしてみたら、それで行動的なところはやっぱりその陽一さんの背中を見て育ったんだなっていうふうにすごく感じさせられました。一言に集約されるかなと思ってまして、この方がその国会議員にならなかったらどうするんだろうっていう、なんか国民の代表としてあるべき方なのに、分からないことがあるのかっていうの少しも信じられない気持ちでいます。でも今実際結構激戦ということで、これはもう私もちょっといても立ってみられないなということで今日来てしまいました。本当に私も東京に今おりますので投票することができないので、本当に皆様のお力を借りるしかないと思っています。皆様どうぞお誘いの方にお声掛けいただいて投票をよろしくお願いします。すいません、若造が失礼しました。すごいですね。すごい。もう立候補できそうすごい。9.11 の手記がブログに載ってるんですけど、私の友達を紹介したら、香織の手記読んだ、香織のお父さんの手記読んだみたいなのをすごい友達に復旧してくれてて、なんかやっぱりねいい友達を持ったなと。本当にいい友達ですねでは最後に香織さんから普段言うことのない陽一候補への応援メッセージをいただきましょうか。はい、すごいこの政治家になるって決めた時も、そうでさっきもあったように強い意志っていう風に片付けてあれなんですけど、結構頑固だと思うので、もうこのままずっとその思いを持ったまま頑張っていってほしいとごめんなさい、全然準備してなかったんですけど、そうですね、もう15年間ずっと背中を見てきて、その努力は裏切らないと思うので頑張ってください。ありがとうございました。ありがとうございました。ご本人の娘様香織さんでした。